実力テストではありません。あれ、まあ、最悪これ。おーで始まりました、むちんちゃんです。さあ、丸井るいさんです。いけ、はい、こんにちは。七郎丸井です。丸井です。じゃあ今回はですね、まあ今英語頑張ってやってるということで、まあ単語は結構いけたと。はい、いけ、ほんと。で、文法が準動詞の不定詞のとこをやってたんで、はい、to をやってます今、まあ、まあでも全然遅いんで、もうこれをだって1週間で終わらせてって言って、今まだ準動詞ですよ。半分ですね、まだ今日はちょっとね、もう終わってる前提で実力テスト入試問題、高校入試です。いや、高校入試って私もやったやつですよね。そうです、神奈川県の問題をやってもらおうと思います。私もう本当英語どうやってやってたんだろう。でも私一個必勝法があって、はい、なんか風とかあるじゃないですか、はい、なんか途中に出てくるやつ、うん、文章の間に出てくる疑問詞、うんうん、疑問詞じゃなくて関係代名詞かもしれないけど、関係代名詞だ、はい、で、あれでフームっていうのが出てきたら、大体フームが正解なんですよ。高校入試フーム出ません。あれあれ、私高校入試の勉強でフームめっちゃやってたんですよ。私立だったら言えるかもしれないですけど、そのフームが出たら正解とかっていうわけのわかんないのは嘘です。あ、いや私自分で勝手に言ってました。だってフームって指導要領入ってないですから。フームって何ですか。分からずに言ってる。フームってでもなんか目的語になるやつだから、フーの進化版。進化じゃねえよ。あれ。フームは目的語の場合はフームに変わる、変わるというか、まあ実際は変わらないことの方が多いんですけど、高校の範囲だと前置詞足すフームっていうのが出てくるんですけど、中学に前置詞足すフームってないんですね。なんで私やったんだ。だから出ないんです。あれなんでやったんですか私。うわー、そうなんだ。だからまあまあ効率には出ないんですよそれ。まずは語彙と文法いこうと思います。バスケの内容なんです。ほら、おお、今日もバスケの論点来てますこれ。吉本のバスケ部ですので、はいはい、なのでちょっとバスケの内容なんで、バスケの、はい、じゃあこれをやっていただこうかと思います。はい、ボキャビュラリー単語力をちょっと見ていきます。はい、どうぞ。はい、2から5位。最後に言わないでください。はい、はい、はい、では行きましょう、はい、最初の Good morning, Anne. Hi, Riku. I saw you in the park yesterday.Oh, I usually run there on the weekend. I want to play basketball in the US someday. There are a lot of teams there. F から始まるの。Famous! Famous. はい。なんでこれにしました？ There are a lot of... アメリカには有名なバスケットのチームがいっぱいあるんだよって言ってるから、うん、Famous かなって。正解！やったー！言ってるかなは分かんないですけど、言ってるかどうかはこれ。はい。Yes, many people around the world know about the basketball teams in the US とこういうふうに書いてあるので、うん、知ってるってことですね。世界中の多くの人たちが知ってる、だから有名だってことですね。え、こっちヒントにしました？うん、はい、しました。はい。うん。I practiced basketball with my teammates after school. We also try other sports to become better basketball players.For example, I like なんとか。I always move legs a lot in the water because I want to run faster. 何が好きかっていうことで、他のスポーツを try するっていうことなんですが、これちなみに文字数とか考えました？はい、8文字だから、うん、なるほどね。ヒント、後ろにやってること書いてますね。なんかめっちゃ足動かして、はい、めっちゃ水飲むみたいな。え？水飲むなんて書いてないです。あれ？わ、最悪、これスイミングだ。そうですね、はい、正解はスイミングです。はい、スイミングか。 I always move legs a lot in the water, in the water. water. はい、in the water って書いてあるんで、はい、水のin は中、はい、そういうことです。水の中で足を動かすわけです、はい、そういうことか。ソフトボール水の中で動かさないし。いや、なんか水飲むんだよねみたいな、足動かすってソフトボールめっちゃ走るじゃないですか、一塁二塁ソフトボール。そんなこと言ったら何でもいいじゃん、サッカーでもいいです。から始まるスポーツだって。そう、サッカーを考えたら実がおかしくて、サッカーウォーター、ウォーター、ウォーターがヒント。あ、じゃあ、はい、一番のヒントウォーターだったんですね。そうです。
ウォーターの中で足を動かすって書いてある。なるほど。 Wow, you try other sports too ってこれね、水の中で足を動かして S から始まって、ね、8文字って言ったらもうスイング以外はなかなか難しいと思います。そういうことか。 That's interesting. What do I need to do before I play in the US? I think you need to study English. Oh, need to. 勉強したやつ出た。お、I think you need to study English. 何して今日ここでしたこの to study? to study の前に need がいるから、これは目、はい、目的語になっている、はい、何指摘用法ですか。I think you 名詞、はい、名詞ですね。指摘用法やった。 People from different countries play together on one team in the US. I see English is the なんとか everyone on the team speaks language. 正解です。やだ。はい、ということでソフトボールだけ間違えました、はい、完全にミスです。さあ、そして文法です。もうすでに終わってるはずだったんですが、終わっていませんでした。文法のこの単元全部。なんで、さて、行きましょう。最初。Do you have for breakfast? Rice or bread? はい。はい。答えは Which? はい。正解です。意味は今日の朝食、ご飯かパンか、どっちを食べましたか、うん、食べましただったら。どっちを、どっちがいいですか。じゃあ、何を食べましたかだったら、過去ですよ。Do じゃなくて。あ、そっか。食べますか、いつも朝食どっち食べてますか。そう、そういうことです。じゃあ過去のことだったらどうしなきゃいけないですか。did。 そうです、正解です。 which did you have? Did you have for breakfast? 今朝何食べたみたいな意味になりますか。そしたら、まあ、そうですね、朝食に何食べましたかになりますね。はい、い、the new library near the station なんとか great。 さあ、正解はどれにしましたか。 takes ではありません。 take はどういう意味になるんですかこれ。新しい図書館できたね、駅から近いから行きやすいって意味かと思いました。 takes great ないです、その表現。 great 何しなかわかります。ちなみに素晴らしい形容詞、形容詞ですね。はい、後ろに形容詞を取れるキャラもう1個しかないです、この選択肢の中で。見る、見る、与える、 take だからもう持ってくみたいな。はあはあ、でも全部動詞。そうです、もちろんそうですよ、全部動詞です。後ろに great っていう形容詞を置けるのはルックだけですね。ルックと迷ったんですよ。なんか似てるみたいな意味。ああ、それはちょっと違うけど、まあ。The new library near the station looks great。こういうことですね。The library looks great っていう意味ですね。はい。で、後ろにこの形容詞を取ってるやつ。その場合は、look は何て意味になるでしょう。見るではない。見える、見える。見えるですね。そうです。よく見える。まあ、素晴らしく見えますよっていうふうに後ろに形容詞を取る場合は、look は。意味が違いますので、見るではありません。見える、見える、 looks like みたいな。 looks like の場合は名詞が必要ですね。 looks like father と、まあ、like your father みたいなね、あなたの父親に似てるねとかっていうのは見えるってやつです。なんで、まあ、look like の場合は名詞とかっていうのも大事にはなってくるんですけど、ダメだった。次、う、時制の問題だ。はい。She なんとか cold water when she arrived at school。 はい、どれでしょう。 it's drinking。これいつの話してますか。 When she arrived、 学校に着いた時。そう、だからいつのことでしょう。過去のこと。はい、ということで、もしかして has drunk。 いえ、過去のことを表しているのは1個しかありません、選択肢の中で。 drunk 3番ですね。え、嘘。3番だけ過去形です。あとは現在形、現在進行形、現在完了、全部現在のこと。うわ、そっか、過去の話とは過去形しか使いませんので。はい、時制、時制ね、まだでもね、完了形まで進んでなかったんで、これ終わってなかったんで。彼女は学校に着いた時、冷たい飲み物を飲んでいた。冷たい、ウォーターですよ、ウォーター。あ、ウォーターは飲む、水、はい、冷たい水を飲んでいた。冷たい水を飲んだです。飲んでいただったら She was drinking。 そっか、着いて飲んだってことですか。着いて飲んだ、なるほど。はい、はい、では My grandfather lives in Osaka and I なんとか him for 2 months。はい、haven't seen。 はい、正解です。正解、やった。正解なんですけど、どういう意味ですか。僕のおじいちゃんは大阪に住んでるから、私は彼に2ヶ月しか会えない。全然違いました。あれ、はい、2ヶ月に1回しか会えないみたいな。大阪に住んでる、そして、あ、僕は2ヶ月間彼を見ていない。そうそうそう、彼に会っていない。そうそうそう、そういうことです。これは現在完了形です。まだそこまでたどり着いてないんです。どういう意味ですか、だから。ということでした。ダメダメ。なんで、まだまだ文法をやんないといけません。高校受験。ちょっとまずい。と、まあ、レベルで言うと、中1段階。
ですね。やばまだ中2は終わってないですね。やっぱトゥーステージ分かるようにならないと中2レベルを超えられないので。私どうやって高校入ったんだろう。で日本の人はほとんどがでも中2レベルのことは分かんないです。そうなんですね。日本人は文法しかできないっていう人いつも言うんですけど、文法もできません。中2の文法でつまずいちゃう人がほとんどです、この世の中で。高校入試までだと裏技でいくらでもやっつけられるので、理解しなくてもなんとか頑張ってそれを超えられるようにしてくださいという感じでした。はい、ということで今回はルイさんの抜き打ちチェックでした。はい、はい、もっと頑張ります。はい、もう勉強時間を増やしてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。